この際内閣総理大臣から発言を求められておりますので、これを許します。安倍内閣総理大臣。総理。委員長、先般前原委員の質問に対する私の答弁の中において正確性を欠く発言がございましたので、お話をさせていただきます。日朝組会館の中に日朝組の事務所があって、上本当時の文部科学大臣政務官の事務所も入っています。日朝組と日朝組会館の役員は同じであるということ、また上本政務官は日朝組の地方組織、例えば当時さまざまな問題が指摘をされていた北朝組等々のたくさんの地方組織からパーティー券を購入してもらっているという点、さらには上本政務官は当時日本民主教育政治連盟の副会長をしていたという点、そしてまた日朝組の役員も兼ねていた、これらは教育の中立性から問題ではないか、上本政務官は文部科学大臣政務官として公平な職務ができるのか、つまり指揮監督する立場にある文部科学省の文部大臣政務官という立場とですね、こうした今言った立場を両方とも兼ねているということについては、利益が相反する、明らかに相反するのではないかということであり、当時、国会で議論になったわけであります。その際、日朝組と日本教育会館は一体ではないかとの指摘を我が党の議員が指摘したわけでございますが、当時の平野文部科学大臣から別法人としての運営体系をしている以上、法的に問題はない、つまり、日朝組と日本教育会館は役員等は同じではあるが、これは法的に問題ではないという、答弁があったということを申し上げようとしたところでございます。それは政党組合と政党会館が別であるという趣旨と同じではないかということを言おうとしたところでございますが、先般の前原委員の質問に対する私の答弁の中に正確性を欠く発言があったことについては遺憾であり、訂正申し上げる次第でございます。委員長。次に山野井和則君。いや、私は大切な子ども貧困対策の質問をしようと思ってたんですが、今の安倍総理の説明を聞いて、びっくりをしました。玉城議員が西川農水大臣を追及する重要な質問をされているときに、日教組というやじを言われて、私、びっくりしましたが、これ、議事録にもやじ残ってますよ。玉城議員がこういうことはやはり防いで政治に対する不信ということを発言しているところに、安倍内閣総理大臣、日教組はやっているよと呼ぶ、内閣総理大臣のやじが議事録に残ってるんですよ、これ。前代未聞ですよ、これ。おまけに、それに対して、玉城議員がやじを飛ばさないでください、総理。これは真面目な話ですよ。政治に対する信頼をどう確保するかの話をしているんですよというのに言って、大島委員長も、いやいや、総理もちょっと静かにと、委員長も静止しておられるのに、それを遮って、議事録では安倍内閣総理大臣、日教組はどうするんだよと呼ぶ、内閣総理大臣のやじが議事録に残ってる。本当、みっともない、恥ずかしい、こんなことは前代未聞です。とまけに今の説明聞いてると、全く反省がないじゃないですか。自分が玉城議員の質問に対して関係のないやじを、答弁席から、こともあろうに内閣総理大臣がやじをして、恥ずかしいことに歴史ある議事録に残して、おまけにそれに対して、質問をした前原理事に対しても、また間違った答弁をした。そしたら、安倍総理、これ、確認をしますが、安倍総理は前原理事の質問に対して、日教組は補助金をもらっていてという答弁をされました。日教組は補助金をもらっているんですか。安倍内閣総理大臣。この
いわば私が言わんとしたところはですね、文部科学省はですね、文部科学省は指導を監督する立場にあり、その役員を同時にするということは問題ではないかということとですね、まさに政党工業会と政党会館が同じではないかという指摘に対して、かつて日教組とですね、教育会館は別であるという政府の答弁をしているという意味で指摘をしたわけでございます。で、その際ですね、この補助金ということについては、私の誤解であったということで、今、訂正を申し上げたところでございます。委員長、山野井君。改めて明確に答弁してください。日教組は補助金をもらっているということを、NHK 全国生中継で安倍総理は答弁されました。その答弁は正確なんですが、間違ってるんですか。間違ってるんだったら、きっちり謝罪をしてください。安倍内閣総理大臣。それは最初に冒頭申し上げた通りですね、遺憾であり、訂正申し上げると、このように申し上げたわけでございます。山野井君。もう一点、教育会館から献金をもらっている議員が民主党にはおられるという答弁をされています。これは本当なんですか。これも NHK 全国生放送で発言されましたが、教育会館から献金をもらっている議員が民主党におられる、この安倍総理の答弁は事実なんですか、間違ってるんですか。間違ってるんならば説明して謝罪してください。安倍内閣総理大臣。これは今の段階でですね、確かなことは私申し上げられませんが、まず、補助金がもらってないということについては申し上げた通りでございます。繰り返しになりますが、私が申し上げたかったことはですね、政党工業会と政党会館はこれ別物であるという、大臣の答弁に対して、かつて、日教組と日教教育会館が同じものであると、ではないという、かつて、民主党政権時代の政府の見解があったということについて、私は申し上げようとしていたもので、ございます。それとまた同時にですね、同時にまた、いわば指揮監督の立場にある文部大臣科学政務官とですね、その指導を受ける立場にある日教組の役員等々をしていていいのかというのと、会館に入っていたということではないかということについて指摘をしたところでございます。献金をもらっていたかどうかということについては、これはまた詳細に調べてみないとわからないということでございます。安倍総理、内閣総理大臣の NHK 国会中継での発言の重みを自らわきまえてください。あなたがおっしゃったんですよ。教育会館から献金をもらっている議員が民主党になられる、それが何ですか。今詳細はわからない、わからないで答弁されたんですか。これ確認してもらうまで質問できません。委員長。内閣総理大臣安倍晋三君。これは多数の貝本大臣政務官が日教組から各、全国の各地域の日教組からパーティー券をもらっていたのは事実であります。そして、日教組会館に、教育会館に入っていたということでありまして、で当時の、我が党の指摘はですね、そこは、パーティー券を買っていて、その、事務所費等々に当てていたのではないかという、そういう、質疑が、行われたと、こういうことで、ございます。で、この、事実についてはですね、不正確だったということに、正確な事実をつかんで発言をしていたことではないということも含めてですね、先ほど遺憾であるということを申し上げたところでございます。山野井君。安倍総理、見苦しいですよ。自分じゃないですか。正しいか正しいかわからないことを国会で内閣総理大臣として答弁しておきながら、あれからもう週末も越してるにもかかわらず確認もしてない。これ委員長、内閣総理大臣が答弁したことが自らが事実かどうかわからないとおっしゃってる、確認してもらうまで答弁できません。
下村文部科学大臣確認したことについてそれに聞いたのに確認しなきゃいけないと言ったんだったら確認してくださいよ。 まずちょっと、はいはい、まあ、まず、はい、まあ、まあ、ちょっと大臣今委員長から指名を受けました。あの民主党の議員が日教組からですね政治研究をもらったということは今までもあります。で一つはですね、いや日教組から聞いてもらったかどうか、ちょっと静かにしていいですか。どうぞ。民主党議員が日教組から寄付をもらったかという事例はあります。でこれはですね、一つは、私まだ教育会館の質問してるんですよ。ちょっとお静かに願いま す, いいす、その上で判断します。事実関係だけちょっと申し上げます。いや、一つは質問してませんから、質問してません、そんな質問。じゃあとりあえず日教組関係から寄付金をもらったという事例はあるということです。委員長、山野井君。委員長、教育会館から献金をもらっている議員が民主党におられるということを安倍総理は答弁をされたんです。その事実関係、安倍内閣総理大臣、ちょっと座ってください、座って。どうぞ。あそこではですね、あの議論の場では、いわば政党工業会と政党会館のいわば関係について議論がなされていて、で、まあ、構図としてはですね、日教組と教育会館という、まあ、構図があるのではないかというご指摘を申し上げたわけでございますが、ただ私の発言に正確性を欠いていまして、教育会館ではなくて日教組から皆さんダイレクトにパーティー券等を買っていると、当時はさまざまな問題があったのは事実、課題を指摘されていたのは事実であります。そして大臣政務官も含めてそういうことが行われていたということを私は指摘したところでございました。まさに教育会館ではなくて問題が指摘されていた日教組からダイレクトだったということであったということでございまして、教育会館については私の、まあ、その段階では勘違いであった。で今の段階ではですね、まだ実際に私は確かめていない、で確かめていないことを申し上げたことは申し訳ないんですが、いわば日教組からダイレクトで献金をもらっていた、かつまだ大臣政務官も含めてもらっていたことは事実であるということはを申し上げたかったわけでございます。山野井君。ということは、その教育会館から献金をもらっている議員が民主党におられるというのは、嘘の答弁、間違った答弁だったということですか。それだったら、間違ったということを認めて謝罪してください。安倍内閣総理大臣。まあ、ですが、先ほどから、申し上げている通りですね、いわば日教組カラハを日教組会館という格論にすることなく、まあ、ダイレクトにもらっていたということでございまして、日教教育会館というですね、教育会館ということについて私が申し上げたということについては、まあ、私の記憶違いであったということでございます。委員長、山野井君。それについてもですね、それについてもただ実際にそれが本当に、いやしかし全く誰もいないのかどうかというのは今の段階では分かりません。パーティー券も含めてですね、しかしそれをですね、それを確認しないで発言したことについては、先ほど訂正し、遺憾であるということを申し上げたところでございます。山野井君、私が確認したところでは一般財団法人の日本教育会館は議員に関して献金もしておりませんし、パーティー券も買っておりません。総理が確認してないんだったら確認するまで質問できません。総理もう一度答弁しますか。官名に、まあ、山野井議員がですね、まあ、そのように確認されたのであればですね、それは間違いのないことだろうと、このように思うわけでございまして、いずれにせよ事の本質はですね、教育会館であったのか、あるいは日教組であったのかということでありますが、日教組から直接ですね、パーティー券やあるいは献金を受けていたのであれば、いわば教育会館ということではなかったということでありまして、私の記憶違いであったということでございます。いずれにせよですね、いずれにせよ
繰り返しになりますが、まあ、いわば教育行政をこれは相談する日教組のですね、大臣政務官がそのまま日教組からパーティー権を受けている、まあ、それは全国の組織から受けているということでありまして、さまざまな指摘がされているというところに、まさに問題があったのではないかという私の問題意識であります。それと当時ですね、当時いわばこちら側は上本政務官がそのまま教育会館の中に入ったまま大臣政務官を務めているということに対しての問題意識であったわけでありますが、それは関係がないという答弁であったということについて、それは大体似た構図ではないかということで申し上げたところでございます。山野井君。委員長。山野井君、これね、もう最もかっこ悪いみっともない言い訳ですよ。こういうのは謝罪と言わないんです。内閣総理大臣が全国放送で間違った答弁、嘘の答弁をしておきながら、撤回と謝罪に関してはだら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 と言い訳をして全く反省の色が見えない。これでは総理大臣の品格が問われますよ。間違ったときは間違ってました、すいませんでしたと謝るのが当たり前ですよ。それを何ですか、だら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 言い訳をして。猛省を促します。それでは本来の子どもの貧困対策の質問をしますが、本当この18分間私返していただきたいですよ。本当に国会というのは日本の一番格差が拡大して困っている家庭や子どもたちをどう幸せにするのか、そういう大切な大切な国民のための議論をする場なんですよ。それを安倍総理のようにやじを言って嘘の答弁をして本当に私は恥ずかしいです。この際内閣総理大臣から発言を求められておりますので、これを許します。安倍内閣総理大臣。先般の前原委員の質問に対する答弁で、日本教育会館から献金を受けた議員が民主党にいるという私の発言に対し、文科省において調べた結果、平成24年度までの10年間の決算書を確認した限り、議員献金という記載はなかったということでありました。私の記憶違いにより、正確性を欠く発言を行ったことはについては遺憾であり、訂正申し上げます。質疑を、後藤祐一君。今の総理の発言でございますが、遺憾であり訂正というところは分かりますが、ことは先週テレビ放送されている中での発言だったわけでございます。日本教育会館を含めた関係者に対する謝罪をいただけないでしょうか。安倍内閣総理大臣。今申し上げましたように訂正し、遺憾であるということを申し上げたところでございます。後藤君。謝罪はしないということなんでしょうか。安倍晋三内閣総理大臣。先ほど遺憾であるということを申し上げたところでございます。後藤君。それは謝罪と受け止めてよろしいのでしょうか。安倍内閣総理大臣。まあ、遺憾であるということを申し上げておりますので、まさに言葉通り受け取っていただければと、このように思います。委員長。後藤君。遺憾であるという言葉はこれまでもいろんなところで使われてきましたけれども、必ずしも心からの謝罪だとは受け止められない場合が多いんです。心から謝罪しておられますか、総理。安倍晋三君。まさに今総理大臣として気持ちを込めて遺憾と申し上げたところでございます。委員長。後藤君。どうして謝れないんでしょうか。きちっと謝罪をいただくまでこれ以上質疑することはできません。総理、謝罪できませんですか、本当に。安倍内閣総理大臣。まあ、政府として遺憾であると、まあ、このように繰り返し申し上げているところでございます。私として申し上げているところでございます。後藤君。やはり心から謝罪いただけないということなんでしょうか。遺憾であるという言葉は謝罪とは言葉の違いはやはりあると思うんです。謝罪申し上げますと、なんで一言言っていただけないんでしょうか。今テレビ放送でありません。あの時はテレビ放映されてたんです。でそれをもって日本教育会館の方々、
あるいは、まあ、我が党もある意味で、名誉を傷つけられた面がございます。その名誉を取り戻すという意味でも遺憾という言葉だけでは不足ではないですか。心から謝罪してるんですか。本当に遺憾という言葉は言ってしまった残念だと、そのぐらいの意味合いでおっしゃってるとも受け取れるわけです。でそうでないと今答弁席でおっしゃったのであれば、謝罪という言葉できちっと謝っていただけませんか。それほど難しいことなんでしょうか。きちっと謝罪を、遺憾という言葉ではなく心からの謝罪をいただけるまで、これ以上質疑を続けることはできません。総理いかがですか。安倍内閣総理大臣。まあ、政府はですね、さまざまな事柄に対して遺憾であるということを申し上げています。それはそれぞれの対象に対してまさに政府としてこれを込めて申し上げていることであったですね、遺憾という言葉には全く心がこもっていないということは、これは全く見解の相違であろうと、このように思うわけでありまして、今、後藤委員は私の心のありようについて、後藤さんの感じ方を議論しておられるんだろうと、このように思うわけでありますが、私はまさに今、気持ちを込めて、こう申し上げ、そして訂正をしたところでございます。そして、そもそもの発端としては、先般の審議の中において、政党交流会と政党会館についての議論があって、これは別のものではないというご議論があったわけでございますので、そこでかつて貝本恵美子文部科学大臣政務官がですね、政務官を務めながら日教組から献金を受けていると、そして教育会館にも事務所があるという中において、我が党の議員が全国からですね、パーティー券等々で資金を受け取るのは、これは文部科学大臣政務官のままでおかしいのではないかということを申し上げ、同時に教育会館の中に入っているけれども、そうしたものをそこに当てているのと同じではないかということに対して、当時の御党の文部科学大臣がですね、いわば教育会館と日教組は別のものであると、このように答弁したところでございまして、こういうことがうっすらと頭にあったものでございますから、私も取り違えてですね、政治献金と補助金との関係で申し上げたわけでございます。こうしたことについては、今申し上げましたように、遺憾であるということを申し上げ、そして訂正したところでございます。後藤君。今までも政府というのは遺憾という言葉をよく使ってまいりましたが、本年は戦後70年の中で、あの大戦をどう振り返るかということも、これから議論になるわけです。遺憾という言葉というのは、本当にその謝罪の中の一部に入るのか入らないのか、入るとしてもものすごい軽い言葉になっている。本当にこれからこういった問題が起きたときに、遺憾という言葉でずっと切り抜けるんですか、総理。それ、本当にこの問題について、もう一回正確に言います。日教組が補助金をもらっていたというご発言と、日本教育会館から献金をもらっている民主党の議員がいたという、この2点に関して、事実と違っていたのかどうかということをはっきり言っていただいた上で、その事実がと違っていたということについて、もう一度遺憾という言葉でなく、謝罪を求めたいと思います。安倍内閣総理大臣。これについてはですね、先ほど申し上げましたように、文部科学大臣政務官である貝本大臣政務官が、パーティー券を受けていたという、件に関して、我が党からですね、我が党から質問があったわけで、ございまして、その際、同時に、教育会館にも入庁していたという事実がある中においてですね、我が党が追及する中において、会館と教組は別であるという、当時の大臣の答弁があったわけであります。同時にですね、こちら側からはですね、こちら側からは、先般の政党会館と政党交流会との関係において、これは別のものであると。いう答弁をしていたわけでありますが、これ、役員等が同じであれば、同じものであるということであったわけでありますが、役員が重なっていても、それは、
別法人であると、まあ、そういうことで、あったわけで、ございます。しかし、実際、まあ、事実関係といたしましては、先ほど申し上げましたように、また、午前中の答弁でも、申し上げたところでございますが、まあ、いわゆる、補助金の補助金、そして、献金、日教組会館への献金という、日教組会館じゃない、教育会館への からの献金という事実は なかったと。このことについては私の記憶違いでありですね、正確性を変えたというところで、訂正し、誠に遺憾でありますと、このように申し上げたわけであります。委員長。後藤祐一君。遺憾という言葉は思い通りにいかない、心残りである、残念だ、気の毒だ、まあ、こういった意味だとこういうものに辞書に書いてあります。一方で謝罪は明らかに違います。この遺憾と謝罪の言葉の意味は全く同じですか。安倍内閣総理大臣。まあ、これはまあ言葉としては謝罪とですね、遺憾とはまあ別の言葉でございますが、まあ、今回の出来事についてはまあこのように私の気持ちとして申し上げたところでございます。後藤祐一君。ということは謝罪はしないということですか。残念だとか思い通りにいかないということであるかもしれませんけれども、謝罪はやはりされないということですか。安倍内閣総理大臣。まあ、これは、先ほど、まあ、答弁をさせていただいたように、私としては、まあ、遺憾だということを、まあ、申し上げているわけで、ございます。まあ、そこで誤解をですね、確かに、与えたのは事実で、まあ、ございます。まあ、その意味の中において私は遺憾であったと、私の考え違いであったと、まあ、こういうことで、ございます。つまりこれは意図的に気をつけようということではなくて、事実の誤認を、していたと、まあ、いうことで、ございます。後藤君。遺憾と謝罪は違うというご答弁をございました。つまり謝罪はしないということでよろしいですか。内閣総理大臣安倍晋三君。まあ、これについてはですね、まあ、まさに私は今回事実と異なることをまあ答弁をしたということについてですね、私はまあ総理大臣として遺憾であると、まあ、その遺憾であるということについては、いわば、こうしたことについて誤解を与えたということも含めて、まあ、遺憾であったと、こう申し上げているところでございます。後藤君。質問に答えてください。謝罪はしないということですか。遺憾と謝罪は違うと先ほどおっしゃいましたから。安倍内閣総理大臣。まあ、これはですね、まあ、今、申し上げているように、遺憾であったと、まあ、こういうことを申し上げたところで、ございます。まあ、そこでですね、そこで、まあ、後藤委員がですね、後藤委員がでは、この、まあ、教育会館に対して、私の、申し上げたことでですね、不快な念を持たれた方がおられるとすれば、これは申し訳ないという、気持ちでございます。後藤君。申し訳ないと言ってんだ。申し訳ないという言葉でよろしいですね。私に対してではなく、日本教育会館および関係者の皆様に申し訳なかったと、もう一度はっきり言っていただけますか。私ではなくて。内閣総理大臣。いや、私は後藤さんに対して、後藤さんが教育会館と日教組の代表だとは思っておりませんから、後藤さんに対して申し訳ないということではなくて、教育会館の方々で、教育会館ですけどもね、教育会館の方々で、これは不快に思われた方々がおられたら申し訳ないということを申し上げたところでございます。後藤祐一君。後藤君。日教組から献金をしてないとおいう話、これについても、失礼しました、この補助金を日教組がもらってないということについても、これ、間違いな発言があったと思うんですが、ここについても事実関係違うわけですから、その関係の皆様には、日教組も含まれるということでよろしいですか。安倍君。これは午前中も申し上げているとおりであってですね、補助金についてはそうではなかったということであります。日教組は、パーティー券を買っていたと、まあ、こういうことでございます。後藤君。総理、これから70年の本当に議論になっていくわけですよ。
やはり遺憾という言葉のそのどう受け止められるかということはよく考えた上で、その申し訳ないという言葉は一歩前進だと私は評価いたします、そこをなんでこれだけ時間をかけないとそういう言葉にならないのかということについては、これからいろんな場面で出てくると思いますので、よく言葉の意味をお考えになって、そしてお聞きになられる関係者側の方々がどのように受け止められるかという心情を押し量って言葉を使っていただくようお願い申し上げて、次の質問に入りたいと思います。